バンド時代、メンバーは基本的に音楽を中心に話をしたが、彼らは寮を喋らない。インタビューを受けている間に喋るのはほとんど僕が中心で、メンバーが間に少し挟んでくるという感じだった。それゆえに、自由に舵を取りやすかった。インタビューに対する苦手意識をなくし、紋切り型の受け答えではなく、もっとプライベートな自分の考え方、発想、自分の持っている根本的な思考を舵を取って話すことを決めた。インタビュー中にもっと人間的な部分が見えるものにしようと提案をした。インタビューを読んだファンが僕の人間性を感じられる流れを作る。ソロになってからはその色をより濃くした。昔の雑誌を読んでもらえればわかる。その頃から言っていることと現在と僕が話すことに全くブレはない。